毎年恒例の日米文化交流イベントジャパンデーはいよいよ今週末です。ニューヨークセントラルパークで毎年行われているジャパンデイ。日本のさまざまな文化をニューヨーカーに紹介する日米文化交流イベントです。8回目となるジャパンデイは今年も催し物が盛りだくさん。恒例のミニマラソンジャパンランは午前8時にスタート。大人も子どもも参加できます。そしてメインイベントのジャパンデイフェスティバルはアクティビティテント、フードテントとステージパフォーマンスで構成されます。今年はアクティビティテントが9つ、ヨーヨー釣りや書道など日本の遊びと文化を体験できます。毎年行列ができる大人気の無料のフードテントももちろんあります。餃子、お好み焼きやラーメンなど日本の味が楽しめます。ステージパフォーマンスでは和太鼓や空手に加え、ジャズピアニストの大江千里さんや演歌歌手のジェロさんなど13組のアーティストが登場。またジャパンデーのために制作されている AKB48 の恋するフォーチュンクッキーニューヨークバージョン。すでにジャパンデーの関係者がさまざまな場所で踊りを撮影してきましたが、ジャパンデーのフィナーレで来場者全員でダンス。これまで撮影してきた映像と合わせます。日本の文化が詰まった一日になるのは間違いなし。ジャパンデーは11日の日曜日に開催です。この恋するフォーチュンクッキー、実は FCI も協力しているんですよ。ジャパンデーの細かい情報はご覧のウェブサイトで確認することができます。